どうぞ。どうもー、あーちょっと待って早いかどうもー、 B です。今日は3分カッティングの時間です。タラダンタンタン、どうもありがとうございます。タラダンタンタラダ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 ン、これは台湾のユーツとして、日本のユーツがまた違ってすごいでかいなんですよ。全然違う。で薄い感動ありがとうございます。でこのユーツが結構肩が、あの皮がぷよぷよして手でそのまま揚げられないの。そうしたらどうやって揚げて食べると言ったら、うん、ナイフとスプーンです。では始めたいと思います。ダラッダッダ、まず頭を切ります。ダラッダッダ、あ、アップしてくれますかフルーツだけ、はい。ダッダララ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 ラ、あ、頭切っちゃった。ダラッダッダ、ここは頭切って、で5つの線を入れます。ドゥ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 。でここをスプーンの登場です。こうやって、ここでもいいか、これでいけわ。でもね、これがあの本当にもっと綺麗だったら、ここもあのちゃんと綺麗にあの覗いてまん丸にできるんですよね。でもこれがもう結構なんかシュッポンと感じてるのは、もう水分が全部身の方に行っちゃって、だから結構、ま、中はねすごいきっしり入ってる。トゥトゥル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 、はい、はあ、これ開ける結構大変なんだよね。結構大変。そうだから外売ってないんだよね、うんうんうん、多分そのフルーツの店行っても、こういう道具じゃないと観光客としては結構買いにくいと思う、うんうん、あとね、出したらもうこれ水分がすぐ飛ばしちゃうので、うん、だからカットされたやつも売ってないと思う。で、こっからはグレープフルーツみたい。うー、こんな感じ。結構いいでしょ。で、実はここから、はい、アップしてください。これは、いつもやるのはそれ本当、これはやります。本当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 、みんなこれを防止して、こうやって今日、今年もユーツ食べましたよ。とか、あとここに顔を描いてして、ドラえもんとかなんか描く人もいる。本当です。台湾人の私が言うんですさてと、皆さん召し上がれください。はい、さてと、あ、そうだ、終了として、では3分カッティングの時間を今日はここで、バイバイビー。